安全標識これは安全標識のイラストです。ここでは重要と思われる何種類かの標識について説明します標識は現場で決められたルールです標識の意味を理解して必ず守りましょう標識の色で赤は禁止黄色は警告 注意。緑は安全を意味します。赤は禁止。黄色は警告。注意。 緑は安全。 ひ全標識はこれだけではなくいろいろな描き方がされていることに注意してくださいここで説明する15の標識。頭上注意。この標識は頭上注意です。 この標識を説明したところ、物が落ちてくるから注意なのか、頭をぶつけるから注意なのかわからないと言われました。この標識は、頭をぶつける危険があるところに掲示されています。物が上から落ちてくる危険なところは、立ち入り禁止が表示されます。頭上注意ではありません。 足元注意。この標識は足元注意です。段差や穴がある場合があり。自分の足元に注意して歩いてくださいという標識です。結構広い意味があります。開口部注意。これは。 開口部注意です。現場では穴があったり、床が開いていたりします。また、床などに資材を荷上げしたり、荷下ろしする穴があったりします。この場合の開口部に注意してくださいという標識です。この標識のあるところは墜落する危険があります。 この標識のあるところには、むやみに立ち入らないようにしてください。開口部には蓋があり、柵ができたりしています。関連注意この標識は、関連注意の標識です。 触ったり近づいたりすると感電して危険という標識です。安全対使用。これは安全対使用の標識です。墜落の危険のあるところでは安全帯を使用してください。 保護帽仕様これは、保護帽仕用の標識です。現場に入ったら、必ず保護棒をかぶってください。立ち入り禁止これは、立ち入り禁止の標識です。 この標識のあるところには、むやみに立ち入らないでください。このようなところには、開口部で墜落する危険があったり、機械が動いていて人が挟まれたりする危険があるところです。この標識があるところには、柵が設置されています。整理整頓。これは、 整理整頓の標識です。自分の周りはきれいに片付いていますか仕事が終わったら片付けをしていますか毎日やっていますか整理整頓は安全の基本です。 汚い現場には災害も多いということをよく頭に入れておいてください。積載荷重これは積載荷重の標識です。例えば足場上に材料を置いたりしますが、 標識には載せられる重量の制限値が表示されていますので、これ以上の重量を足場上に載せないでください。制限を守らないと足場倒壊の原因となります。消火器。この標識は消火器です。 タバコを吸ったり、火を使ったりする場所には消火器を置き、この標識を設置します。火器厳禁。これは、火器厳禁の標識です。火を使ってはいけない現場に表示します。燃えやすいもの。 ガソリンや石油などを置いているところには、この標識が掲示されます。絶対に火を使ってはいけません。墜落注意この標識は墜落注意です。高いところから落ちる危険があるところにこの標識があります。 この標識のあるところには安全帯しよの標識もありますこの標識のあるところでは安全帯を使用しなければなりません酸欠注意酸素がなくなる危険がある場所にはこの標識があります地下の狭い空間 建設中の地下ピットなどは酸素欠乏になり死亡する危険がありますこのような酸欠危険場所には絶対に入ってはいけません安全通路これは安全通路の標識です。 現場には作業する人が通る通路にこの標識があります。この標識の通路は障害物もなく安全に通行できます。この通路には物を置いたりしてはいけません。移動するときには必ず安全通路を通るようにしてください。昇降階段 これは、昇降階段の標識です。階段は必ず使用してください。昇降階段があるのに使わないで、足場を伝って上り下りする人がいます。絶対に止めてください。 今までお話しした標識は、安全標識のほんの一部です。皆さんには、まだわからない標識があると思います。わからないときは、現場のリーダーに必ず意味を聞いてください。絶対に知らないままにしないでください。